おはようございます。ディレクト回します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。あのね、一人暮らししてね、買い物が楽しいです。はい、いや今やっぱ一人暮らししてまだ1週間も経ってないんですけど、一人暮らししてる時にやっぱりね、まあ夕食とかね、絶対考えなくちゃいけないね、雑貨とかも買わなくちゃいけない、足りない雑貨も買わなくちゃいけない、そんな中行くね買い物ってね、意外と楽しいね。はい、まあね、職場の同僚からなんて言われてるか言いましょうか。まあそれいつ壊れるかね。バカにしてんのかお前、その通りだ。じゃあ今日はもうすでに久々にレジェンドクエストやります。そんなに久々なのかな、行ってみよう。はい、というわけで今回からドラゴンクエスト3のレジェンドクエスト行きたいと思います。で、ワン、ツーとクリアしてね、ついにスリーです。はい、まだまだ先は長いような気がします。半分もいけてません。今、顔倒しました。ディーリーどうすんだよ、ちょっと待って、ちょ待ってよ。はい、今、顔倒してレベルアップしてきました。はい、今回はね、ザ・レジェンドクエスト3に挑んでいきたいと思います。このレジェンドクエスト3はね、ゾーマ。ね。ゾーマですね、やっぱり。まあ、ドラゴンクエスト3といえばバラモスとゾーマがね、はい。で、そして伝説でってやつですね。これね、俺ドラゴンクエスト3そこそこやってたからね、懐かしい気分でやれるんじゃないでしょうか。ね、今宵はどんな奇跡が見れるのかな？行ってみよう！よっしゃ。さあ、レジェンドガイダンス。あ、そっか。ドラゴンクエスト3スペシャルカードって2つしかないじゃん。ね、どっちも強力なスペシャルカードですけど、ドラゴンクエスト3っていうのは2つしかないんだね。一番レジェンドカードの数少ないんじゃないの？来た、すべての始まり。すべて始まった、仲間募ろうぜ。お、いいね、ドラゴンクエスト3アリアハンの大陸じゃんこれ。で、ルイーダの坂場で仲間探そうぜ。平和だった世界に魔王バラスの死の脅威が迫る。後に伝説となる、呼ばれることの勇者と共に、勇者と共に、やっぱ共になんだね。世界を巻かれてくれる大冒険が始まる。めっちゃ噛んだよ、勇気の力ちょっと。レーベの村、レーベの村でエンカウントしない。はい、というわけでね、まずはバトルマスターでいきたいと思います。魔獣の爪ね、バトルマスターでいきたいと思います。はい、いろんな職業を使えるようになりましたけどね、とりあえずバトルマスターでいきたいと思います。武器は魔獣の爪、お世話になるぜ。お供はキーズドラゴンと明治キメラ。もう裏ダンジョンじゃねえか。3に一応いるんだけどさ、この2体って、もう完全に裏ダンジョンのメンツだぞ、アルフガルズと。はい、というわけでね、ドラゴンクエスト3ね、まず初めての始まりということで、まずギガ電子、あ、そうか、2つしかないもんな。もう単純明快すぎる、2つしかないじゃん。さあ、相手はなんだ、ちょっと見えなかったな。あ、てか背景綺麗だね、レーベの村綺麗だな。ほら、もうこの城は見えない。レーベの村、アリアハンかな、あれはアリアシャンの城か。さあ行きましょう。まずは明治姫のアレフガルドの連中、吹雪の鳥をかまし出す、ドン。アレフガルドじゃん、明治キメラとか。お、アルミナちゃんじゃん、時に。あ、そうだな。レーベの村でアルミナジ出ないんだけど。にょー雷くすがくすに雷弱いんだよ、もう。行きましょう。おたけびを上げて、獣人剣。よし、来た、はい、よいしょ。いいねー、まさかアルミナちゃんがいるとは。ちょっと悪いな。ちょっとアルミナちゃんには申し訳ないわ。ちょっと申し訳ない。ナイスか、どう、ちょっと申し訳ない気持ちにいっぱいですね。アルミラージに向かって。まさかアルミラージが魔人の爪刺さっちゃうと思わなかったな。小声で吹き、まあ、サマーヨーヨーカタピラ、アルミラージとどっちかといえばロマイアの連中だね。このレーベの村を、あの、こいた先にいるダンジョンのモンスターはね、これで、うわ、バトマスナイス、うわ、よう避けるわ。よっしゃ、キスコ大車輪だ。キスコ、お前回ろうか、久しぶりに回ろうか。まあ、さすがにここはスパッといけるか。お、ここでいきますよ。いくぜ、おたけびを上げて、あ、遠いし、ちょっとアルミちゃんごめん。あー、やれやれ、ちょっと違う、ヒット。盗賊の隠れ家。これまさかあいつかな。さあ、盗賊の隠れ、ロマリアの城ね、もう洞窟越えてます。例のトラウマ洞窟を皆さんもう越えております。レーベの村から洞窟越えました。ロマリア城を旅立つ。依頼を受けて盗賊団を追いかける。盗賊団の話だってあれじゃんね。てか、ロマリア行くとさ、すぐにシャンパニーの塔行くの？俺絶対ノアニールとかアスタラーも行くわ。受け入れろっていう話ですね。ラプソンの拝見してんだけど。
まあなんか敵が予想できるんでちょっと目立ってみようと思います。マグマの杖、メタルキングの盾、そして鎧がね、ドラゴンローブ、賢さが203に到達しました。化け物というやつですね。行きましょう。魔法使い。お供はね、ホースレベルと炎です。もう炎でどんだけ攻めたいのよ。めちゃくちゃ炎で攻めます。炎、爆発、炎ですよ。敵が分かってんだもん、なんか、なんとなく。盗賊の隠れ家といったらね、やっぱ神田隊いんな。なんかに、HP ちょっと高いね、やっぱり。おっとー、横に見えちゃった。今皆さん、ちょっと横に見えちゃいました。あ、そういう？そうか、色替えか。おー。横にいますね。神田といえば確かに本人、そうだよね。神田ってよくよく考えたらさ、一体では出ないよね。そうか、コブも出てきたのか。あ、ちゃんと色も変えて。はい、いいよ。炎の戦士とね、ホースデビルで。お、でっか連携プレイ古文が来た。呼ばれる古文も大変だ。うーまするー。あー、消えてますね。弱っ。そっか、一体分か。さすがに一体分か。行きましょう。強力な爆裂に襲う。イオラ。イオラ。せーの。おしゃ、おしゃ、イオラ打点出るね。やっぱ、カンナタがね、もう呪文に弱いからな、こういう系の。オッケー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 。で、カンナタ古文、これは。ね、色もチャックを変えて、打撃耐性あるよ、大丈夫でしょ。うんうん、オッケーオッケーオッケー。炎の選手が打撃耐性あるから大丈夫だと思うけど。ね、ホースデビル、ここでメラミをね、神田で打っていきましょうよ。神田と炎攻めよ。わかる？はい！オッケー！ナイスー！オッケー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 。どっちかといえば、まあ確かに3体になることで、手数は増えてるから、その分痛恨のリスクは。炎、お前賢いな。神田と古文賢いんだね。絶対炎選手狙うじゃん、お前。賢いね。なんか、地味に一旦目、僕が選ぼうとした技を全部引いてるんだね。偉いよ。まあ、大体魔法使いが先制できると思います。ただ、神田の素早さがそこそこ早いんで、もしかしたら先制される可能性はある。次のターンに。OK！ いいよ。イオラが186か。強いな。どっちかといえばこれだよな。雷神斬り。神田と例えばこの雷神斬りが怖いんだよな。やっぱ痛恨も出るし。いや、炎選手か。おー、しょ。一回だよね。はいはいはい、よかった。あ、一回なら、まあ、うん。そんなに強くないかね、一回ならね。どっちかといえば、なんか二回攻撃が高い攻撃量から繰り出される雷神が怖いっていう印象だから、逆に弱くなってるからね。まあ、基本、こっちの方が弱い説あるな。オッケー。いいよ、炎線。炎の拳を打っていく。オッケー。次のターンよ。次のターンに、こっちが先制できればって感じですね。ちょっと、神田古文のステータスがわかんねえからな。ただのさまよいの入れ替えならいいんだけど。さあ。まだまだわからない。大丈夫。多分いける。剣の前よ。炎戦士はね、避けるはずなんですけどね、一回も受けておりません。君はなんだ、でこいか。炎の戦士？こら、炎の戦士。主人公。やっべえな、これ。これ怖いな。連携プレイ時々なんか、こっちが止まる可能性があるから。これ怖いよ。フォースデビルは受ける。あー！そうなる。やっぱそうなるか。やはりそうなるか。よかった。これは危惧してたからな。ここで頼むぜ。うん。ここで炎選手、お前最後決めろ。ここ決めて勝ちよ。わかってる？敵予測できてたのに敵予測できてたのに危なかったじゃねえか。危なかったじゃねえか。ヒヨヒヨさせてくれんの。砂漠の女王イシスっすか。あんまり砂漠の女王っつうかピラミッドじゃない？どっちかといえば。いや、どっちかといえばさ、やっさんも暴れざる超えてモテるやん。次なる大群、広大な砂漠行く。どっちかといえばピラミッドじゃないですか？イシスの女王というより、イシスの女王じゃない、砂漠の女王だ。イシスの女王ってなんだ？まあ、合ってるんだけど。ピラミッドか。ここもトラウマなんだよ。まん丸ボタンは不思議なドボタン。ここも敵を一点読みします。資料の爪でいきます。ピラミッドっていうのはね、あんま、なんか、笑い袋とか人食い箱っていう物質系が出たり、腐った死体とかマミーとかの、
そういうゾンビ系が出るんで、ちょっとそこ読んでみたいと思います。音も見てください、このガッチガチです。音も見てください、このガッチガチです。3135やって。俺にしては珍しいパーティーになっちゃったじゃん。はい、というわけでね、ピラミッドのね、どっちかというとこれはピラミッドの中というより、ピラミッドの奥ですね、これは。あ、やっぱ人食い箱いいんじゃん、トラウマ。あ、横にね、マミーが2体います。いきます、必殺。皆さん一緒に、悪霊退散、それは人食い箱。ドン、何してんだよ。やっぱり、いたか人食い箱よ。そしてなんか、マミーが2体いるな。おっと、ね、ピラミッドのトラウマ、人食い箱ですね、あれは。ねえ、そう。人食い箱自体はさ、スリー初で見たらもん。ここ避けるのね。待って、これ、マーミーとお前、あれか。白いのはミイラ男だっけ？マミーがね、確かね、ミイラ男の上位種なんですよ。ということで、ミイラ男が回収です。パンテージスマッシュ。お、スマッシュした！はぁ、マミーとお前一緒だな。頼むぜ、メダルドン。ホー、ウィーン、ファー、行くぜ！オッケー、ナイスー！いいね、やっぱりミイラは炎にうまい。オッケー、大丈夫だ。あ、ギガデイン撃っとけよかったな。どうせここもギガデインなんで、ほとんどギガデインか光の玉二択ってことはギガデインでいいと思うんですよ。行きましょう。十字の閃光、邪悪を滅ぼす。悪霊退散、クロスクロー、そいつは一気にバコトン。これお前。一食い箱が一番柔らかいか、お前。ファンテージホールド、何それ。お、何、クモの巣みたいになったね、今。へぇ、かっこいいね。なんだ、あのかっこいい技。おぉ、はい。まあまあ、人食い箱の痛恨はやっぱ怖いし、ラリホーの事故も怖いね。メタルドラゴンあたりがね、寝るんだけど28からのラリホーはそんなにない。28だから。大丈夫。ドラゴンとのコンビネーションで行くぜ！今度当たった！ナイスー！まあ、炎に比較的弱い連中ばっかりいるからね。オッケー、ホービーフレオ！ナイス、良い、いい命中率だ。ギガネイン撃っちゃおう。ここはギガデイン打って勇者のね力を借りましょう。ピラミッドに雷落ちます。有意識自体それは有意識自体。はい、あと405よ。もうクロスクロー決めちゃおうか。そろそろクロうーん、なんかやらかそうな。賢さ28、今度3回目 OK。 さあクロスクローでね、いきます。悪霊退散、クロスクローイエー。そう、最後の最後でドラゴン、最後の最後で出たわ。